うっす、皆さん、ザ・グッザ・ナイトです。今日は新しい帽子と一緒に来ました。このパッチはいつもの匠姉さん作ったのだけど、この帽子は 5.11 の帽子でも、ちょっと寂しいのことは中国に作った。アメリカが作ったらがいいけど、まあしょうがないか。でも確かに超気持ちいいの帽子とパッチもできるさ。もうちゃんと発光のデザインのパッチは一番上手ですけど、まあとりあえずこれがいい。今日の特別の情報は、4月の14日から18日まで沖縄からもう一人と一緒、ラブ君と一緒は、東京に行きます。と東京のサバゲーにやります。16日はバッハラのサバゲーところと、17日日曜日は東京サバイバルゲームパークと、もう予約できましたと、超楽しみ待ってます。沖縄はやっぱりいいけど、いつもはサージェント5858のフィールドはいつも行きます。他のフィールドはあまりないとか、ハイブはまだゲリーさんはいろいろ直す中とか、それはその状態でもちょっと遠いですから、いっぱいいつもいつもサージェント58に行きます。すごく楽しいけど、ちょっと一つだけのフィールドは、例えばゲーム機はやったらといつも同じマップでダダダダダダダずっとずっと移動は、みんなはちょっとゆっくり、あ、この場所でこれらゆくいっぱいの見学すると、そのフィールドだけにすごく上手になる。でも一つのフィールドだけで上手になってなるはいいけど、いろいろのいっぱいのフィールドのスタイルをやりたい。それ他のチーズゲーム機みたいな、他のチーズにゲームにやりします。それとかフィールドに行くと、あ、新しいの耳のやつがついてきた。これはいっぱい待ってたけど、まあ Facebook に写真アップロードしたけど、これはヘッドセットとちょっとスピーカーにもあります。それと光ってる、これは11月にご注文したと。アメリカの方はいっぱいの人は12月に商品が来たけど、これは2月に来ました。でもついにビデオできるので今のビデオです。あ、それとか東京のためにもう一つの新しいカメラ第3を買いました。今ちょっと淡いですけど、ビネルテープで黒いになります。とそれでこれはこれのカメラは超ちょっとでも8000円ですけど、フレームのスピードは60、実は目と同じよく見えるとか、これは電池は中にちゃんと入ってる、取られないの電池。それとか閉めるの時は水は全然入られない。さあ海はちょっと大変けど、水でもよく使える。さあ雨落ちたら問題ありません。これはすごく楽しみ待ってると、このマウントはヘルメットのマウントはちょっと取ったんですけど、ヘルメットを使えるの時はいつも右の方で、これで僕は敵見えない、敵見えない、敵は僕を見えるけど敵を見えないと、このカメラはいろいろことをやると、その時に敵は銃はずっと待つ、必ず来るのを精霊。これで待つのは、これはついに出すの時に敵は見える敵ではもうヒット出した、もう遅かった。このカメラはなんかビッコンみたい、バンバンここにいるここにいるのやつみたい。それちょっとカメラとキットのやつはもう一回ソルデンズに入れました。ソルデンズ、日本語で難しい、英語でソルデンズですけど、で耳を入れたらここに入れる。これでもうちょっと下で銃はこう、この方この方からもっとこうな感じになる、ギリギリ隣で上から使える時と、例えばこれを使える、このためにちょっと右の方向、ヘルメットからもうちょっと下みたい。それとか頭をもうちょっと近くので、もうこのぐらいでもうちょっと見つける
見つけるづらいなる、とそれの方がいい。ヘルメットより、ちょっと使ったら、まだヘルメット、あ、帽子のせい。ヘルメットはまだ使えるけど、もうちょっと近くで、もうちょっと安全になります。それで、そんなにいっぱいのヒットにならない。その、なんだろう、さっきのゲームは、なんだろう、さっきのゲームは、リオさんは当たれたけど、それはずっとカメラだけを見えてた。ちゃんと、待つ。と、ちょっと動くなれば、ついに、リオさん見る前にダムを見てたと思われてた。大変、それはサバゲーの YouTuber の問題です。この世界もうね、それで確かにもうすぐ東京に行くとか、さっきはいろんなビデオを作ってる。ちょっと宿題は先にいっぱいあったので、ちょっと作りづらいで、それそのチャンスでもの3つぐらいを作っていたと思う。まだあと5つのビデオを作れる。それとか、ヘルメットのスコールカップは黒いのはちょっとなんか消えちゃった。それ新しいの、もうちょっとアンダーアームは超人気ですから、もう新しいのを買いました。とこれのでヘルメットは自動動けない。説明します。僕の髪の毛は超柔らかいのせいで、ヘルメットを使ったらよく動きやすい。それはちょっと大変でも、これを使ったらプチョちゃんとその問題を達せる。これでヘルメットを使ったらあんまり動けない。こうの方がいい。ビデオ撮るとか、頭の直すとか、あと、ソーリンズから頭をちょっとクッションになる。枕みたい。頭は痛くならない。そのためにこれは超上手ですけど、その衣類の色があったんけど、この茶色の方は第一好き。チートなの。茶色アッシュの味。味じゃなくて色。これの何だろう。茶色はちゃんと砂漠にいいとか、緑はちょっと森がいいとか、でも街の中は黒よりこのグレーの色が一番素晴らしいの。ちょっと動くはちょっと目はちょっと見るづらいとか、もっといる建物は黒じゃなくて、ことはカイロ置いたと。カイロの方は見るづらいとか、建物は同じ、前のは同じ色ですけど、そして、なんだろうね、そう、それは、これは素晴らしい色。プレートキャリアもこの色したいですけど、それはまた、また高いな、欲しいけど、まあ、今度がいいね、茶色のチャンス。もうとりあえず、本地に行くとか、MP5 といつものグロック26を持ってきます。と、それから、サバゲするし、と東京にいるの人たちは会いたいなれば、ただこの帽子を探してください。これはフィールドにないの時によく使える。それいろいろの新しいフィールドをビデオ撮るとか、そのビデオは楽しみ作りたい。すぐ作りたいな、すごく楽しみたい。それじゃあとりあえずこのビデオはこのままで、じゃあ目的は東京のサバゲーの教えたかった。それからちょっといろいろの話した。それここまでがいいんじゃない。じゃあ皆さんお疲れ様です。東京にいればすごくよろしくお願いします。ちょっとロスに働けてる、ちゃらららはしゃべる、いろいろお隣のお客さんを、まあ、町のお客さんも隣のレジにどうぞ、もっと早くちょっとバラ落ちるみたいな。それだけでどうぞ、ジナガラです。それでちょっとめんどくさい。難しい。時々は。でも確かに楽しい。それでは、このビデオはこのままで終わります。じゃあ、東京にできれば楽しみ待ってます。じゃあ皆さんお疲れ様です。